ナデジナ・パブロワは、キエフ出身で、日本で活動した、バレエダンサー・バレエ指導者である。姉は日本にバレエを根付かせた、最初の人物として知られるエリアナ・パブロワ。ロシア革命を逃れて、母ナタリア、姉エリアナと共に、日本へ渡り、バレエダンサーとして舞台に立った。関東大震災で左足を負傷して、ダンサーとしての活動が難しくなったものの、姉を補佐して、 バレエの指導に当たった。エリアナが1941年に南京で千病死した後は母、ナタリアや教え子たちと共に残されたバレエスクールを守り、1982年に死去している。キエフの生まれ。4人兄弟の末の子でトゥマンスキー家という貴族の血筋を引く家の出であった。四人のうち長男ニコライは十歳、次女ピエラは四歳で創生し、 成人したのはエリアナとナデジダのみであった。母ナタリアはオペラ歌手であった。ナデジダ自身が語ったところによれば、彼女の父は俳優だったがナタリアと異世界を生じた末に一家を捨てて出奔したといい、以後恩診不通となった。エリアナは8歳でバレエを始め、自身が後に語ったところによれば、キエフのオペラ劇場で踊りを披露した経験があった。 ナデジダも後にバレエを始め、1916年に母子3人はフィンランドの首都ヘルシンキへ渡った。この時期のフィンランドは、帝政ロシアの支配下にあり、従って往来は自由であった。この地でナタリアはオペラに主演し、エディアナはバレエ公演で踊るなど平和で充実した日々を過ごしていた。ヘルシンキでの平和な日々は長く続かなかった。ロシア革命が発生すると、 フィンランド政府はロシア人に対して強硬な姿勢を取った。それはフィンランド国内にいるロシア人に対して20日間の期限を切っての国外への退去命令であった。3人は祖国に帰ったものの革命のために社会は混乱を極め赤軍と白軍による内戦も続いていた。貴族や資産家のほか中産階級の人々やボリシェビキの思想に反対する。 人々も次々と国外へ逃れていった。パブロワケも家と財産を没収され、三人はロシアからの脱出を決行した。母と娘二人に残された財産はトランク20個に詰め込まれたバレエの衣装とイクバク化の宝石であった。三人はまずシュベリアへ向かい、エカテリンブルクにたどり着いた。エカテリンブルクはウラル地方の中核都市であり、劇場が存在していた。 一ヶ月ほどの滞在ではあったものの、エリアナはこの劇場と出演契約を結んで舞台に立っている。その後三人はエカテリンブルクを後にしてシベリア鉄道に乗り込んだ。経由地のハバルフスクやウラジオストクでもエリアナは舞台に立ち、ナデジザもいつの頃からか一緒に踊るようになって、共に厳しい家計を助けた。三人はハルピンまで無事にたどり着いて、 この地で半年ほどを過ごしている。次に三人が向かったのは北京であった。その後の足取りは天津、鎮太を上海を経由して少しずつ日本へと向かっている。当初三人には多くの白系ロシア人と同様にアメリカかヨーロッパに亡命する考えがあり、日本はあくまでもその中継点であった。ただしアメリカ行きには母ナタリアが反対し、 実現には至らなかった。上海で川上鈴子という舞踊家と出会ったのが三人の転機となった。川上は幼少時から上海に住んでいて、この地でバレエとスペイン舞踊を習っていた。投げ地田は川上のところに踊りのレッスンに通っていた。川上とは後に日本においても親しく付き合うことになった。1919年の夏、母。 ナタリアを上海に残してエリアナとナデジダは二人で日本に向かった。姉妹は神戸で決戦し、約7ヶ月ここに滞在した。姉妹は神戸のオリエンタルホテルで実業家の浅野総一郎と知り合った。浅野の助力により、姉妹は帝国劇場の支配人、山本久三郎と横浜の楽器商クレーンを介して、横浜山下町の劇場ゲーテザと出演契約を、 結んだ。ゲーティザは巨留民専用の劇場で、日本で初めて、シェイクスピアの劇を上演したことで知られていた。明治時代から、すでに西洋の演劇や、オペラなどを上演していて、西洋の芸術を紹介する場として機能していた。同年8月27日、姉妹はゲーティザの舞台に登場した。エリアナは、品種の白鳥などを舞い、ナデジダは、 タランテラやコミカルな商品、ルボックなどを踊った。ザ・ジャパン・クロニクルは1919年8月2日付の記事で姉妹の舞台表を掲載している。ミス・パブロバはすべての作品で大きな喝采を浴びたが観客がもっと熱狂的になったのは彼女の妹ミスネ・デーダ・パブロバのかなりシンプルな踊りの方であった。彼女は風変わりで面白みのある。 ルボックを3度も踊る羽目になり、タランテラも同様に大人気であった。彼女はとてもチャーミングな小さなレディであり、将来有望である。ザ・ジャパンクロニクル、ゲーテザイの出演と同時期にエディアナは横浜で社交ダンスの教室を開いた。エディアナがバレエではなく社交ダンスを指導した理由は、当時の日本ではバレエの認知度が低く、 習いたいと希望する人が少なかったためであった。なでじだは母の待つ上海に戻り、ゲーテザなどでの舞台がある時だけ日本に渡っていた。やがて、なでじだも母と共に日本に渡り、母子3人が揃っての生活が実現した。1920年には、一家は横浜に今日定めている。エリアナの社交ダンススタジオにも生徒がさらに集い始めた。 1921年にはエリアナ・パブロバロシア舞踊劇協会が発足した。翌年開催された上野平和博覧会の舞台で姉妹はつま先舞踊を披露して好評を博している。同年2月にはゲーテ座において弟子たちも出演してのバレエ公演が実現した。日本でバレエが注目される契機となったのは 1922年に行われたアンナ・パブロワの日本公演であった。エリアナの教室でもバレエを習う人が増え、ナデジザもエリアナと一緒に指導に当たっていた。異教日本での生活にも馴染み、一家は充実した生活を送っていた。その平和な日々は1923年に突如として暗転することになった。同年9月1日、エリアナは母ナタリアと連れ立って、 横浜賞金銀行に出かけていた。撫地田は、メイドと共に二人で、留守番を務めていた。突如として、ドシーンという激しい音と衝撃が彼女を襲い、続いての激震に、木造の家は揺れ動きき死んで、やがて崩れ落ちた。一瞬の出来事に逃げ出すこともかなわず、撫地田は、家の下敷きになってそのまま気を失った。 足の激しい痛みで意識を取り戻したナでジダは、左の足首が90度右回りしていることに驚いた。どうにか瓦礫の中から足を力任せに引き抜いたところ、足首は見た目だけは元通りになっていた。しかし、激しい痛みは消えなかったという。エリアナとナタリアには怪我はなく、二人はナでジダの身を案じて急いで帰宅した。負傷したナでジダの様子を目の当たりにして、 一刻も早く治療するために、一家は神戸の病院まで向かうことになった。折よく横浜港に停泊していた商船に乗せてもらい、一家は神戸に向かった。横浜の市街は壊滅状態となり、姉妹がよく舞台に立っていたゲーテザも瓦礫の山と化した。一連の出来事は、撫地田にとって深い心の傷となった。震災翌年の百二十三年三月、 約半年をかけての足の治療は終了した。ナでジダの左足は変形したままで戻らず、ダンサーとして舞台に立つことは困難になった。横浜や浅草などは震災後の混乱が収まらず仕事にならなかったので、母子は上海に引き上げた。上海での3人の同性については、詳細が知られていないものの、1924年9月29日と30日に、 同地のオリンピックシアターで公演したことが判明している。当時の新聞記事やポスターからわかるのはエリアナとナデジュラの他に川上鈴子を含む21人のダンサーが出演していたことである。一家は頃合いを見てアメリカへと渡航するつもりでいた。当時アメリカには姉妹のいとこに当たる人物がいたという。しかし1925年6月にまずエリアナが 単身で日本に戻ってきた。ついでなでじだとナタリアもそれぞれ日本に入国した。日本に戻った理由は、沢静子をはじめとする支援者たちから送られた日本への帰還を願う手紙が彼女たちの心を動かしたからであった。この時は支援者のうち、沢、田中つね彦、近藤はじめなどが上海まで三人を迎えに行っている。三人は沢静子の圧戦によって、 日本での生活の立て直しを図った。最初に住まいとしたのは、沢の知人が材木座に所有していた別荘で、一年ほど、ここを拠点として暮らしていた。その次に、材木座からほど近い名護市に転居した。当時の名護市は、文史村として知られていて、沢と近しい人物の別荘があった。その別荘は、広い敷地と間取りを備え、まさしくバレエの稽古場に公的な建物だった。 やがて沢の尽力により、パブロババレー団が発足した。発足時のメンバーは、エリアナのうち弟子たちで、平均年齢はほぼ20歳という若いバレー団だった。パブロババレー団は小規模なカンパニーのため演目はすべて商品であり、白鳥の湖などの全幕バレーは上演できなかった。記録に残っている、パブロババレー団の初公演は、1925年のことである。 当時、新宿に新宿園という遊園地があって、その敷地内に三つの劇場が存在していた。そのうちの白鳥座という名の劇場がバレエ団の本拠地となった。この年の5月には、ウラジオストク帰りのハットリチエコがエリアナの元を訪ね、バレエ団の一員に加わっている。彼女はロシア語が堪能で、一家やバレエ団の力となった。ハットリの他にも、 島田博海谷八尾子、東ず作、立花の秋子など、後に日本バレー史の石を築く人々が、エリアナの文化生となった。新宿園での活動は、1926年の経営悪化による閉園で早くも、停止となった。1926年秋、パブロババレエ団は内弟子たちと共に、七里ヶ浜の峰木原という場所へ移転した。移転の理由は、 ナタリアとナデジダが結核を発病したためであった。この住居も借屋だったため、一家は独立したバレエスクールの建設を目指すようになった。資金はエリアナの公園収入で賄い、1928年にはビサンチン風の住居券、バレエスクールの建物が完成した。正確な数値は不明ではあるが、敷地600坪に建物80坪であったという。 エリアナが公園などで不在の時には健康を回復したなデジだがレッスンの指導に当たっていた。1930年代に入ると時代は戦争へと休憩者しつつあった。1931年の満州事変と翌年の満州国建国、1933年の日本とドイツの国際連盟だったなど世相は不安定さを増していった。 教育や文化、そして芸術は国策に従うことが強く求められ、野球やバレエなどでは英語をはじめとした外国語は全てが漢字に置き換えられた。バレエは舞踊、または舞踏と呼ばれ、扱う内容は愛国心と武勇を高揚させ、正義と聖戦を称揚するものであることが強く要求されていた。この自流の中で一見して、 外国人とわかる外見のパブロワ一家には日々疑いの目が向けられていた。一家は日本と日本人を愛し、社会に溶け込むための努力を続けていた。バレエスクールのスタジオには明治天皇のご親鋭を掲げ、新聞に掲載された皇室関連の記事は代読してもらっていた。1933年、一家は日本への帰化を申請した。 正式に申請が受理されたのは1937年6月30日で、日本人として一家の創立がなったのは同年7月10日であった。帰化に合わせてエリアナは、霧島エリコ、霧島エリコ、母ナタリアは、桜子、ナデジダは、ナデコと解明している。日本への帰化が実現しても、一家に向けられる視線には相変わらず厳しいものがあった。 特攻警察や憲兵が日々監視を続け、出入りの人々までが心ない嫌がらせの標的となった。嫌がらせから一家を守ったのは日頃からの付き合いがある地域の人々やバレースクールに通う生徒や父兄であった。彼らは一家が危険人物ではないことを必死になって説明したという。バレエ団の新潟公園にはなでじだも足の不自由な身で参加せざるを得なかった。 当時の地方公園では自分の娘に公園への参加許可を与える不景が少なかったからである。この時の無理が原因で、なでじがは六幕園を再発させたほどであった。1941年、エディアナは日本陸軍十兵部の要請によって中止軍異門に旅立つことになった。出発は3月10日のことで南京を拠点として兵士たちの前で、 禁止の白鳥や即興で海浮かば桜桜などを披露した。慰問の旅はきつい日程が続いたため健康体だったエリアナが急速に体力を奪われる。結果となり、やがて彼女は病に倒れた。エリアナは南京の陸軍病院に搬送された。病名は放火式園で同年5月3日に彼女は生涯を終えた。大竹愛子は エリアナ死去の知らせを受けた日のことを証言している。当時彼女はエリアナ不在のパブロワ一家の手伝いをしていた。稽古場に着いたところ、ナデジダから一通の電報を手渡され、読んでくれと依頼を受けたという。その内容は、左顔面放火式演にテシスというものであった。エリアナの遺骨は神戸まで船で送られ、その後列車で東京駅に向かった。 途上の大船駅でナタリアとナデジダ、さらに門下生数人が列車に同乗して遺骨を出迎え東京駅に到着した。エリアナの遺骨はお茶の水のニコライ堂に一晩安置された。パブロワ一家はロシア正教徒であったがギリシャ正教のニコライ堂を心の支えとしていたと伝わる。ナナリガ浜のバレエスクールにエリアナが帰還を果たしたのは 5月12日のことであった。第2本舞踊連盟はエリアナの葬儀を6月9日に三種会館で執り行った。続いて6月17日には軍人会館を会場として文化生による追悼舞踊会が開催された。エリアナのレパートリーを文化生たちが踊ったこの舞踊会でナデジダは服部ト恵子と共に演出を担当した。ナデジダには エリアナの残したバレースクールを引き継ぐ責任が生じた。彼女は友人の沢マリコにエリアナのようにできるかしらと問いかけたという。足の負傷によるハンディキャップに加えて、生来病弱でもあり、東京と七里ヶ浜でのレッスン掛け持ちは困難であった。こういう時に、撫地田に代わって講師を務めたのは当時寿司に住んでいた大滝愛子であった。大滝は14。 5歳という年齢であったが、優秀な踊り手として、才能を開花させつつあった。大滝は幼いながらも撫でじだの力となり、常に彼女の支えとなっていた。時代は戦争末期に差し掛かり、撫でじだと文化生たちには苦難の時期が続いた。撫でじだの初期の文化生の一人、鈴木育子は、バレエを習っている者は、非国民と言われましたと証言している。 レッスンに通う者は、小学生が主体で、大人が少なく、多い時でも7人から10人程度であった。1944年11月の末から翌年に、かけてアメリカ軍の空襲が続いた。七里ヶ浜付近に住む学童たちは政府による学童疎開の対象になって、文下性はさらに減少した。この世相は、ナデジダとナタリアにとって、 ロシア革命の時の恐怖を思い起こさせずにはいられないものであった。1945年8月15日、第二次世界大戦が終わった。戦争が終わっても、パブロは一家の暮らし向きはさして変わらなかった。一家の洗濯物はボロと見まがうほどで、ナタリアは真っ黒にすすけた夜間を使って煮炊きをするなど、いかにも質素な暮らしぶりであった。1946年に、 白鳥の湖全幕の日本初公演が実現すると日本にはバレーブームが到来した。白鳥の湖全幕公演はエリアナがついに果たすことのできなかった夢でもあった。中心メンバーには上海帰りの小牧正秀のほかにエリアナ門下の服部千恵子島田博ロシ、ア作海ユーサ子などが含まれていた。この時期、なでじザは大滝に対して 私はもう、愛子に教えるものは何もなくなったと言って、彼女を小牧に預け、指導を受けさせている。1956年4月2日、ナタリアが六幕園で死去した。かつては、オペラ歌手だったナタリアは、華やかだった時代の面影を、微塵も感じさせない地味で堅実な女性であったという。一人残されたナデジダは、バレースクールの維持に心を砕いた。ナデジダは求めに応じて、 時折他たのバレエ団の舞台に出演することがあった。足の故障のために踊りには制約があったものの、その場にいるだけでも舞台に重みが加わって十分な存在感を見せていたという。やがてナデジダは舞台出演から遠ざかっていった。生来病気がちだったナデジダを助けた人々は、自身の教え子やエリアナの文化性以外にも多かった。40人以上にわたって、 パブロワ一家の手伝いを務めた山川富や同国人で稲村が先に住まいを構えていた大利賀マナ内とその姉ベラレビッツカヤなどである。山川は撫地田が他界するまで新編の世話やバレースクールの雑務をこなし、利賀とベラは新進両面にわたって撫地田の支えとなった。1962年9月29日、鎌倉中央公民会館を会場として、 バレースクールの発表会が開催された。出演は文科生30名に加えて三女出演で服部千恵子や東ズ作が参加した。この発表会のために中川ヨ一の愛の漂白者を舞台化したオペラバレエエレーナが上演された。タイトルロールを踊り演じたのはオーリガの三女、ムーザケマナイでナデジダは作品中で太陽への祈りを踊っている。 成功裏に終わったこの発表会はバレエスクールとして最後のものであった。投げ地田は晩年映画とテレビに出演している。1975年の短編映画ワリッツでは主役を務め、テレビでは NHK で1977年10月24日に放送された新日本機構、湘南電車通り鎌倉藤沢に出演した。番組内で彼女は姉、 エリアナの思い出を語っている。ナデジダはバレースクールの存続に加えて姉エリアナを検証するバレー博物館の構想を抱いていた。エリアナの居室はナデジダによってドレッサーやベッドも生前のままに保たれ続けた。ナデジダは1975年頃から入退院を4回ほど繰り返していた。最初は神経痛、次は右腕の捻座。 三回目は、脾臓と腎臓の病気であった。最後となった四回目の入院は、後頭部の皮膚癌だった。なでじだの後頭部には、その30年以上前から、こぶができていたため、いつもターバンを巻いて隠していたという。当初は、近所の病院で1ヶ月ほどの入院生活を送っていたが、1981年7月の末に、国立横浜病院に転院した。 病室での世話を、オーリガトベラに加えて、バレースクールの普遍組織、白鳥会の人々が務めた。オーリガトベラそして山川などが、バレースクールの事務処理などを引き受けていた。1982年12月16日に、投げ地川、その生涯を終えた。彼女の主治医は死に際して、あれほど生命力の強い方を見てあげたのは初めてです、と語ったという。 ナデジダは横浜山手外人墓地の十二地区にある一家の墓地に埋葬された。この墓地は生前のナデジダが母ナタリアと姉エリアナのために求めたものであったが、墓碑の完成前に彼女も死去することとなった。かつてのエリアナパブロワ亭。1979年3月16日撮影。果たすことのできなかったナデジダの構想はバレースクールの門下生や不景。 そして日本バレー界の主だった人々などが受け継いだ。彼女の生前にも鎌倉市に記念館設立を申し入れた講演者がいたものの、公共施設の必要性と順調から見て気が熟していないとして取り上げられなかった。時代はバブル景気に近づいていて、不動産の価格も高騰したため、銀行や不動産屋から誘いがあったというが、なでじだはその話を聞き入れなかった。 さらに、資金面での行き詰まりがあった上に、バレースクールの借地権がナでジダの死去によって消滅していた。借地権の相続について、オーリがけまないがアメリカにいる彼女のいとこ、イフゲニアストックニコワに手紙を書いたが、それも無駄に終わった。借地権については、裁判に持ち込まれたが、結局敗訴となって、既得権は認められなかった。そのため土地は、地主である。 衝動神社に返還する必要が生じた。服部千恵子が先頭に立って衝動神社との交渉にあたり、文下生の有志によって1984年3月29日にエリアナパ・パブロバ検証会を結成した。しかし、会長の服部が直後に発足翌日に休止したため、島田博士が会長代行となって活動が継続された。交渉の結果、 正道神社の計らいで、検証費設立の敷地約20坪が分譲された。検証費の費用は寄付金によって賄われ、検証会の意図を組んだ建築会社が、格安の費用で引き受けてくれた。検証費の寄稿式は1986年3月10日で、同年12月18日に、除幕式が行われた。石踏みには、エリアナの業績と共に、ナタリアとナデジダを加えた。 一家三人のレリーフが刻まれた。無人となったバレエスクールの建物は老朽化のため1985年3月24日に取り壊された。北鎌倉に住む坪内と夫が資金を提供し、跡地の一部を使って50坪の敷地と建物20坪の鎌倉パブロバ記念館が建設された。外観はビサンチン風の白亜の洋館で、 かつての面影を止めるものであった。1階は多目的に使えるロビーをメインにし、2階は遺品や記念品などの展示室となった。記念館は1987年8月1日に一般公開された。しかし、当初の構想にあった財団法人化は進捗せず、約10年間にわたり個人の運営に委ねられていた。百九十六年十月三十一日、 記念館は閉館となった。すべての遺品は鎌倉市役所が引き取り、建物は個人のアトリエになったという。なでじだは迷路で、ユーモアのある性格の持ち主で、姉エリアナとは対照的であった。沢静子とエリアナは1936年頃、突然絶好し、その状態が2年近く続いた。絶好の理由は、エリアナの恋愛問題について沢がナタリアに、 つげ口したのではないかと疑われたためだった。その後、カイタにヤオコのデビュー公演に際して、エリアナから、沢の娘マリコ宛てに招待券2枚が手渡された。公演終了後、沢は、エリアナの楽屋を訪れたものの、中に入る勇気が出なかった。その時なでじだが、楽屋ののれんをかき分けて現れ、長らくのご分さとの沢さん、来ましたのねとおどけ、二人。 仲良くしましょうねとその場を取り出した。なでじだの起点によってエリアナトサワの中は修復された。なでじだのユーモアセンスはバレエのレッスンにも活かされていた。なでじだはバレエのレッスンに際してユーモアを含んだ和やかな雰囲気の中で丁寧に指導していた。ムーブメントの指示には江ノ電の通る山側と海側をポイントにして、はい、海の方へ、電車の方へと表現し、特に 子供たちには効果的であった。彼女のバレエ指導は評判が良く、ロシアバレエ本来の天下な雰囲気を教えられる最後の人と高く評価されて1961年には神奈川文化賞を受賞している。助教師を長らく務めた岩井元子はまるで13歳の少女みたいな方でしたと回顧している。金銭感覚に疎い上にバレエで金儲けをしようなどという考えは、 持っておらず、月謝は安かった。投げ地川、大滝愛子の指導を小牧に委ねるなど、懐の深い人物であった。パブロは一家について、日本人より、人情の厚い方たちで、ギリがたいところがありましたという表がある一方で、疑い深いところもあったとも言われていた。その理由は、七里ヶ浜にバレースクールを建築する際に、 職人が先払いの大金を持ち逃げした話が何回かあったからだという。晩年に病気がちとなったナデジダは孤独感に苛まれてしばしば檻が狭いに電話をかけていた。同国人ということで気を許せる間柄だったものの、リがより年上だったナデジダの甘えによって何回も喧嘩になるほどであった。ナデジダはエリアナと同じく生涯一人身を通した。 二人の男女交際について、母ナタリアが道を踏み外さぬように常に監視していた。ナタリアは、ナデジダには甘く、エリアナには常に厳しく当たっていたという。白浜健一郎や宮田治さん、鈴木明などは、エリアナとナデジダについて、実の姉妹ではないという説があることに言及している。二人は、出生地が違っている上、顔立ちも似ていなかった。 本人たちが生前に話したところによれば、エリアナは父を、軍人だった、ナデジダは、貴族で俳優だったとしている。さらに鈴木は、通説で、白系ロシア人貴族の血筋を引くというエリアナについて、旅芸人の家族に生まれたらしいと指摘した。川島京子は、エリアナ自身の回想録で、幼い妹ナージャについて触れた部分を示した。エリアナが6歳の時に、父が死去し、 続いて3歳の妹ナージャも亡くなったという。この亡くなったとされるナージャと、日本での妹ナージャ、すなわちナデジダの関係は不明である。川島はナタリアについて、エリアナの実母であろうとしているが、逆に、ナデジダこそ、ナタリアの実子でエリアナは幼女だという説も出ていて、出自の謎は未解決のままである。白浜健一郎では、ナデジダの少年を、 1909年としている。白浜健一郎は、なでじだは、上海に行かず、横浜で、沢静子の世話を受けていたという証言を紹介している。ただし、衝動神社うじ子総大の野村茂氏は、霧島なで下だったと証言している。ありがとうございます。